こんにちは、ダイスです。今回はこちらのトヨタの車を見せていただこうと思います。こちらはトヨタカローラフィールダーです。カローラフィールダーハイブリッド G の車になるそうです。では、外観見せていただいて内装を見てエンジンルームを開けさせてもらおうと思います。はい、こちら正面です。パッと見このエンブレムがすごくかっこいい。はい、では先に基本情報をこのまま行きましょう。カローラフィールダーハイブリッド G エアロツアラー WXB です。でこちらの車は色がブラックマイカになります。初年度登録の年式が平成25年の11月です。走行距離が119,610km、ハイブリッドで排気量は 1500cc、 右半でミッションが CVT です。でワゴンタイプになるんですけど、なんかね、横側もね、こうハイブリッドの文字があったりとか、あとこのこの下の段差っていうんですかね、ここがね、かっこいいなと思って見ていました。これもアルミかっこいい。はい、後ろ側です。こんな感じです。では運転席にお邪魔しようと思います。お邪魔しました。なんかね、ハイテク感がある。こんな感じです。ほら、すごいね。エンジンかけさせていただこうと思います。なんかいろいろ見たことがないボタンがあるぞ。よし、エンジンはパワーボタン、ボタンになってるのでここで押します。はい、お、マークになってる。安全運転を心がけましょう。フィールダーの文字出るんだ、すごい。これすごいですね。おー、びっくりした、びっくりした。ゆっくりかかった。エンジンの音これぐらいです。静か、すごいですよね。あと何キロだよとか出るようになってる。ほら、ガソリンまで何キロですよとかって、これ初めて見た、すごいね。あとね、今ちょっとマークが消えてるんですけど、このメーターの内側にいろいろと、EV のマークとかつくみたい。今これエコモードなんで今下げてくれてますね。こんな感じなんだ、すごいね。ハイブリッド初めて乗った。で中見るとね、こんな感じでハンドル周りはこうなってます。でモード系はこちらにあって、で音声の切り替えとかがありますね。トリップもここにある。でミラー系は脇側です。さっきの電源ですね、スタートボタンとか電源ボタンの脇で、この下に、ETC もついてますね。でサイドはすごくシンプルです。で中央部ナビの下にこんな感じで、ナノイーナノイーとかがある。ボタンがついたりとかつけたりとかっていうのがこうやってできるんだね。ポートもあるし、気温何度っていうのとかは選ぶみたい。で強さはこっちですね。こんな感じ、強さはこっちで選ぶみたいです。エアコン系が真ん中にあって、中央にハザードで、中央部にサイドブレーキもあるんですけど、その下ここにね、 EV モードとかエコモードの切り替えボタンがついてます。ここで切り替えるんだね。で私が車に座ってるとこんな感じになってますね。はい、後部座席です。足元はね、結構広めになってます。お邪魔します。よいしょ、よいしょ。はい、で収納がこれ、何これ、後ろからはいかないのか。はい、後部座席に来ました。全部になんですけど、黒とかあのグレーじゃないシートベルト初めて見たかもしれない。ちょっとね、クリーム色
な色味をしてるやつです。ね、助手席もそうだし運転席もこの色と同じになってます。後部座席は周りの収納ってそんなにないんですけど、面見るとこういう感じで、ほら取っ手がねちょっとねと持ちやすくなってる印象ですね。で大きい運転席の後ろにはないんですけど、助手席の後ろ側にはちょっと地図とか入れられるようになってるところがあります。置きましょう。真ん中、真ん中は本当に肘、シンプルな肘置きになっていて、ドリンクホルダー系で使えるところっていうのがここだね。ここにあるんだ。ドアの下のところのみになる感じになるのかなと思います。でね、開くかなと思ったんだけど開かなかったです。はい、見るとこんな感じです。で、この車に関してはこんな感じで後ろにもモニターがついているので、小さいお子さんとか後ろ乗ってる時にこれで見れるようにっていう風にこう、ね、あの後付けでね入れてる車になりますね。トランクルームです。意外と広い、思ったよりも広いですね。これ大きなんだろう、ちょっとわかんない。大きに取っ手があるありますね。で、上もこれで隠せるようになってますね。こうやってサイドちょっと失敗しちゃったんだけど、こんな感じで隠せるんだね。ほら隠せるようになってます。これいいですよね。下に何でしたっけ、日に当てたくないやつ乗ってる時とかに使えるから、これ私好きです。後部座席もこう折れるようになってますね。多分ゴルフバッグだったら2個は余裕で乗る感じです。もうこう1、2って多分斜めに乗せられる高さもあるからいけそうな感じがしますね。ではハイブリッド車初めてのエンジンルームを見せてもらおうと思います。ここにある、はい、どんなになってんでしょう。おっと、また、はい、こちらエンジンルームです。ハイブリッドの車は本当にエンジンルーム見たことないので初です。こんな感じなんだね。ん、ハイブリッドシナチードライブって書いてある。ほら、ここでセーフが入るのかな。こっちエンジンですもんね。オイルの交換位置もあってで押し上げてるでしょ。で、バッテリーがこれ違うな。普段パッて分かる位置にバッテリーってあるんですけど、これなのかな。これかもしれない。どこなんだろう。間違ってるかもしれないんで分かりません。バッテリーが見つけられない。ハイブリッド車のなんだっけ、動かす仕組みとかあってどういう風になってるかって調べたことなかったんで、しっかりね調べたいなと思います。面白いですね。やっぱり車によって全然違うから。もうすごく静か。こんな感じでした。初めて見た。ありがとうございます。はい、戻ってきました。おー、また上に上がった。すごいね。はあ、ドキドキしました。ではエンジンをね、止めたいと思います。はい、ではエンジンを止めようと思います。今ね、エコモードついてますね、今度は。エンジンボタン止めます。すぐつけられるのもできるんだ。今ちょっと押してみちゃった。止めます。何回もやってすいません。これどれくらいとかっていうのも1回のそのエンジン起動から、止める時までの間のやつがこうやって出るんですね。これ知らなかった。今回のっていうの今すぐ止めたのでお得度とかっていうのはゼロなんですけど、走行距離だったり燃費量だったりっていうのもここで分かるようになってるっていうのを知らなかったです。これもなんか目で見て分かりやすいですよね。はい、ということで今回はこちらのカローラフィールダーハイブリッド G エアロツアラー WXB を見せていただきました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。今回見せていただいたトイズカーさんのホームページが概要欄の URL にありますので、気になる方はそちらからチェックしてみてください。ツイッターもやってます。概要欄 URL か大志チャンネルで検索フォローお待ちしております。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。 See you!